まあ、どれだけ逆に相手ゴールに迫っていけるかってそういうシーンが作り出せるかですよね。はい、右手のところ岩尾が行く、ファウルがありましたがプレーオン、大迫スルーパス、佐々木ワンタッチコントロール、フィニッシュ。一旦スペースを使って補正鑑定、キックフェイント、自分で運んでいく、得意の左足で持つ、フィニッシュ。左足で低いボール、スルーパス、通った。おお、いや前川大也素晴らしいです。まあどうしてもそこに注意がいきますよね。はい、キックフェイント、柔らかいボールが来ます、抜けてハッセン、面白いヘディングだ。先制神戸。あとはこの井出の突破ですよね。そして今度は八星、まず遠いサイドからというイメージを今日よく持ってましたが、大迫トゥーレル、いや素晴らしいヘディングシュートです。中島翔也、裏を出ていいボール、いやーナイスキーパーでした。そしてガンテリターンパス、右足だ。うわ、追いつきました。レッツ相手に当たるんですけど自分のところに跳ね返ってきますしね。はい、これもやっぱり馬力があるので、大木原も止めに行ったんですけど、それがカンテのところに落ちて最後右足、いやー足が通ってないんですよ、誰が残ってっていうことは。西川、あ触れない、前川パントキック、これがつながった、ビッグチャンスだ、丁寧に大迫つながし込んだ、勝ち越し。しゃがみ込みましたけど、はい、ちょっと冷静さを変えてたピッチの中だったかもしれないですね。まあ、当然リスクとかはあるんですけどね、オフサイドの可能性ですかね。試合終了、貴重な3ポイント獲得はヴィッセル神戸。